勝負は下り一本、同時にスタートして先にゴールした方が勝ちだ。オーケー、単純明快でいいやな。用意はいいか、カウント行くぜ。おう、いつでもどうぞ。ガツンとやってよ中里くん。俺は負けねえ、死んでも勝つ。ゴー、今日から俺と三人の新たな腐敗神話が始まるんだ。イッゴー、絶対勝てよ。くし、初めてこの三人のステアリングを握ったとき、俺はまだこいつの真のポテンシャルを知らなかった。確かに直線での加速は桁違いに速い。ちょっと踏んだだけで飛び出してしまいそうだ。他の車が止まって見えることもある。だがコーナーの多い峠、ましてや下りでその速さが生かされるのかどうかわからなかった。俺はすり減ったタイヤを何個も履き替えるまで峠を走り続けた。そして確信した。こいつは車じゃない。どんな条件でも誰よりも速く走れるように計算し尽くされたマシンだ。最初のコーナーよ。どっちが前に出る。下村さんだ。いいよ、慣れないコースでむやみに先に出てもメリットは少ないもの。いいさ、先に行かしてやる。あの時のお前もそうだった。マシンの性能を信じきって先行で逃げ切る。だがな、今日という今日はそうはいかねえぜ。前に出したのは抜き去られる悔しさを味合わせるためさ。路面に吸い付くように走るグリップ走法は、見た目が派手なだけにロスの多いドリフトより確実に速い。特にこいつのいくら踏んでも安定してトラクションのかかるアテーサ ETS なら RB26 のパワーをフルに使えるんだ。ドリフトを卒業した走り屋がグリップで走るのが一番速い。その思いは今も変わっていねえぜ。島村、俺とお前は同じ3人、マシンの性能に差はねえ。今度こそ究極の勝負ができそうだぜ。いざ。先行する3人のテールにほとんど鼻をくっつけるようについてってる。さすがだね。追いかけてる中里くんの方がプレッシャーをかけてる。このまま平和気にならずにいけばいいけどな。どうなってんだ。まるで1台の車が2台にダブって見えてるみたいだ。突っ込みのスピードもポジションもコーナーからの立ち上がりもまるっきり一緒だ。なるほど、随分と三人を乗りこなしてきたようだな。その点は褒めてやろう。だがここのコーナーはそんなに甘くはないぜ。どこまでアンダーを出さずについてこれるかな。これだ、この全身の血が熱くなる感じだ。こいつがバトルだぜ。今はっきりと分かった。俺はバトルがしたくてうずうずしていたんだ。現実じゃねえ、夢を見てるみたいだぜ。相手になるなら低速コーナーから高速コーナーへと続く下りの繰り返し、フロントタイヤの応答性が悪くなった方が負けね。大丈夫だ、フロントタイヤはまだ垂れてねえ。いける。負けて強くなるか。確かに86との勝負の時は熱くなりすぎてタイヤのことを忘れていた。今はずっと頭にそのことが入ってる。クソ、フロントタイヤがアンダー気味だ。こんな限界バトルになるはずじゃなかったから。よし、もらった。